一旦調査はここまでにしよう。スーサナさん、どうしたの？ゼーレさん、すみません。倉庫の壁や地面を丹念に調べて、ゴミ箱も探したんですけど、本当に髪の毛一本すら見つかりませんでした。指紋はありましたけど、解析したところ全部同じ人のものです。誰の指紋だったの？データベースに送ってありますので、早ければもうすぐ結果が出ると思います。でも理論上、おそらくこの倉庫の所有者の指紋だと思います。そうだよね。無謀者はどうやって手がかりを残さず行動してるんでしょう。もしかしたら本当に化け物だったりして。スーサナお姉ちゃん、迷信を信じちゃダメだよ。この世にはお化けなんかいないもん。長い間ここに住んでるけど、ゾンビと崩壊獣しか見かけなかったよ。未知の生物がいたとしても、囚われたゾンビか変異した崩壊獣だと思う。常識的に考えればそういう存在が化け物なんですってば。あ、ゼイレお姉ちゃん、マークとの分析結果が出たよ。箱にあったロゴは新城製薬っていうグループのものなんだって。新城製薬？うん、超空市のローカルな製薬会社だってことは知ってるよ。市内にたくさんの死者があったけど、大半は災害で壊滅しちゃって、今残ってるのは一つだけ。それとマークトに他の段ボール箱もチェックしてもらったんだけど、ゼーレお姉ちゃんがくれたものだけに新城製薬のロゴがあったんだ。他の箱にも違った形をしたマークがいくつかあったけど、大半はボロボロでロゴが確認できなかったの。でも違った企業のものってことは確かだよ。ゼーレ、きっと大丈夫だよ。自分の力で解決していこう。誰？チクショー！待ってください！スーサナさん？大丈夫、転んだだけです。それよりも早くあの人を追いましょう。うん、クーちゃんはここに残ってて。さすがはてめえのバルキリー、早い。あなたは誰ですか？どうして逃げたんです？さっきは覗き見してたんですか？それに答えなきゃいかんのか？すみませんが、調査に協力してください。よろしければさっきの倉庫で少しお話ししましょう。戻ってきたんだね。その人は？まだわからない。彼から直接話を聞こうと思ってるの。どういうつもりですか？ここまで無理やり連れてきたことは申し訳ないと思っていますが、調査に協力してください。あなたは長空市の住民ですか？普段はどんな仕事を？どんな目的があってここに来たんですか？答える義理はないじゃろ。天命のバルキリーだからといって無実の一般人に手を出せるとでも？丸腰の一般人じゃというのに、三人のバルキリーに倉庫に連れ込まれたと誰かに知られたら、マスコミにどう書かれるか楽しみじゃの。あなた。大丈夫だよ、スーサナさん。好きに話をさせてあげよう。後でグーの音も出なくなると思うし、
何しろずっと私たちを尾行して邪魔しているのは確実だから。ああ、どうしてそう言い切れるんじゃ？証拠はあるのか？もちろんです。理由は、あなたの呼び方です。呼び方？正確に言えば私たちに対しての呼び方です。どうして天命のバルキリーと呼ぶんですか？私たちは今まで一度も身分を明かしてませんよね。そういえばそうでした。どうして私たちが天命の人だって分かったんですか？それはじゃの、そうじゃ、あんたたちの姿を見て当てたんじゃ。前にも天命のバルキリーを見たことがあったからの。あんたらとならなおさらおかしいと思います。この場にいる人の中で正式なバルキリーはスーサナさんだけです。クーちゃんは外部のガイド役で、私は対崩壊招待に加わったばかりのバルキリー候補です。そして今日バルキリーの制服を着ている人は誰もいません。それは、あなたはずっと私たちを尾行していたんですよね。だから住民たちの会話を聞いて天命のバルキリーだと思ったんです。さっきのは確かにデタラメじゃ。じゃがあんたたちが天命のバルキリーだって話もたまたま運よく当てただけじゃぞ。今になってどうしてそんな言い訳をするんですか。罰が悪くなるだけですよ。ふん、たまたま散歩しててちょうどあんたらの会話を聞いただけじゃ。別に犯罪なんざしとらん。それだけのことで拘束される筋合いなどないじゃろ。 いえ、あなたは盗み聞きをしてただけじゃありません。あなたこそ私たちが調査している事件の関連人物です。間違いがなければあなたの正体は、あなたは新城製薬の研究員ですよね。どうしてそう思うんじゃ。この倉庫で新城製薬のものだった段ボール箱をたくさん見つけたから。ゼーレお姉ちゃん、それは違うと思うよ。倉庫には新城製薬の段ボール箱以外にもたくさんの箱があったもん。それに箱はこの人と関係ないよね。天命のやつはデタラメなことしか言えんのか。落ち着いてゼーレ。犯人は現場に戻ってくる。あなたこそが無謀者のメンバーです。そんなの濡れ衣じゃ。証拠はあるのか。証拠は、つまり。ゼーレさん、違うと思いますよ。あの女の子が目撃した無謀者はマントをかぶってました。この人は話とは違うようです。確かに怪しいのは確かだけど、無謀者と直接的な関わりはないはず。すみません、間違えました。本当に言いたかったのは、あなたはこの倉庫の所有者ですね。え、やっぱりそうなんですか？倉庫の所有者は年寄りの男性で、いつもこの時間に倉庫を確認しに来るって話と一致してます。犯行を行った無謀者じゃなくて所有者だと思います。最も重要なのはこの倉庫を熟知してる点です。スーサナさんが二度もつまずいた階段をスムーズに歩き、こんなに散らかってる倉庫から素早く椅子を見つけました。確かに、よく考えてみるとさっきは家に帰ってきたみたいに自然な動きをしてたよね。当然です。だってもともと自分の持ち物ですもんね。じゃがそんなことが問題の説明になるとでも。単にわしの動きが機敏なだけじゃ。転ばないことなんて
別におかしくはないじゃろ。それだけではありません。他のことからもあなたが倉庫の所有者だってことがわかります。それは、あなたの要望、正確に言えば髪型です。スーサナさん、倉庫を調査した時の結果はまだ覚えてるよね。え？倉庫からは髪の毛が一本も見つからなかった。その通りです。一本の髪の毛すらも残さないなんて、無謀者の行動は随分と周到ですよね。問題はそこじゃないの。無謀者がそこまで慎重だとしても、ここに住んでる倉庫の所有者の髪の毛は残るはず。あるいは、なるほど、もともと髪の毛がないんだね。その短いもみあげくらいはあるけど。もちろんそんなことは正確な証明にはなりません。でもスーサナさんが指紋を解析に送っています。それはおそらく倉庫の所有者のものです。そうでした。そろそろ結果が出てるはずです。ありました。指紋の所有者のプロフィールは、この写真、間違いなく彼です。降参じゃ。ここがわしの倉庫だと認めよう。じゃが、それがどうした。わしは無謀者に侵入された挙句、強盗までされたんじゃぞ。なぜわしが責められなくてはならんのだ。それと、人の許可なく倉庫に入り込むのもルール違反じゃろ。もうこれ以上好き勝手はさせん。とっとと出て行け。確かに一般市民の持ち物は調査できません。しかし、もしあなたが一般市民じゃなかったら。ゼーレお姉ちゃん、それはどういうこと。最初現場には女の子からの通報しかなかったと聞いて、すごく心配になりました。強盗事件にあった場合、どんなことがあったとしても目撃者よりも黙ってられない人がいるはずですよね。それでも強盗にあった倉庫の所有者は通報しませんでした。だから誘拐されてしまったか、もしくは他の危険な目に遭っているんじゃないかと不安になったんです。でもあなたはこうしてちゃんとここにいる。それはつまり、危険な目にあったんじゃなくて、通報を諦めたということです。わしは、そうそう、倉庫が強盗にあったことを知らなかったんじゃ。じゃから、警察には通報していない。これで問題ないじゃろ。でも、さっき入ってきた時に全然驚いてませんでしたよね。それに、これで問題ないじゃろうとはどういうことですか。あなたは無謀者という名前まではっきりと口に出してる。きっと現場を目撃してるはずだよ。しかし、どうして強盗にあったのに黙っていられるんでしょうね。もしかして。はい、彼がなくした荷物と関係あるはずです。何を奪われたのか正直に話してください。別に何も。あの、今になって嘘をつく必要なんてありますか。ほんとじゃ、何も奪われとらん。無謀者が入ってきた時は貧しさのあまり何も盗めなかったようじゃ。ありえません。なら、こんなに空いてるスペースを何だと言うんですか。倉庫はもともと空にしてあるんじゃ。そんなのわしの勝手じゃろ。じゃあ、この空っぽの段ボール箱は。段ボール箱は好きで拾ってるだけじゃ。何か文句でも。いいえ、ここには確かに荷物がありました。その証拠は、
証拠はマークトです。え？マークトの目には全てお見通しです。デーレお姉ちゃん、マークトはまだ何も言ってないけど。虚勢を張ろうとしたのに動揺してもらえなかった。ううん、何をやってるの私って。ばごめんなさい、間違えちゃいました。その証拠は、証拠はこのボールです。これはあなたが保管してた荷物だったんです。このボールって一体何なの？それは小さい頃遊んでたびっくりボールと似てますね。最近はもう買えなくなりましたが。わかりました、あなたはびっくりボールを買い占める悪徳商人なんですね。違う、そうじゃなくて、ごめんなさい、間違えちゃいました。言いたかったのは、その証拠は、証拠はこれです。うわ、あんたら勝手に。このノートには明確に記載されています。2箱、売り物、要冷凍。これはあなたが荷物を保管してた証拠では？それはそうじゃ、それは昔のノートで。時間も覚えてるんですね。それは違う、ただの受け取り履歴じゃ。あの荷物は全て売った。だから昨日の夜は何もなくしとらん。もうこれ以上は調べないでくれ。本当ですか？どこへ売ったんですか？スーサナさんに調べてもらってもいいんですけど。他の都市に、とにかくよそへと売ったんじゃ。これでいいじゃろ。調べられるわけがないし、休んだ方がいい。ほら、天命のお偉いさんたちも忙しいんじゃろ。わしのことなんて気にするな。いいえ、徹底的に調べなければなりません。どんなに小さなことでも、それをはっきり調べるのが私たちの責任です。あなたはやっぱり嘘をついています。他の都市に荷物を売ったと言いましたが、それでも私たちは本当の行方を調べることができます。だって、理由は無謀者です。無謀者？うん。今日の朝にどうやって合流したか、まだ覚えてる？スーサナさん。もちろんです。この目でゼーレさんの活躍を確かめられなかったことを今でも気にしてますよ。お一人で無謀者の気候の封鎖を突破したんですから。もう！そう、今日の朝まで無謀者の気候が超空誌を封鎖していたんです。襲撃があったのは昨日です。超空誌にいるのに荷物を外に売ることなんてできません。ですから、もうこれ以上嘘を重ねないでください。ここの荷物は無謀者に強奪されたんです。わしは、でも強盗にあったのに、どうしてこの人は本当のことを言わなかったんですか？多分まずいものをなくしたんだと思う。え？そうだね、彼が倉庫に保管してたのは、おそらく大崩壊の後に廃棄された大企業の倉庫から盗んできた荷物なんだと思う。例えば新城製薬から。通報しなかったのは、無謀者が逮捕されたら彼自身の罪も暴かれるからじゃないかな。証拠はこのボール。このボールは義眼ですよね。あなたは製薬会社の倉庫に残された医療用品だけを盗んで闇市に流そうとしました。でもその前に逆に無謀者にやられてしまった。そうですよね。これで一つのことがはっきりしましたね。それではついてきてください。無謀者についてあなたという目撃者に聞きたい情報が。
と待ってください。これは。どうしたの、スーサナさん。私が設置した罠が反応しました。誰かが私たちの隠れ家に入ってきたんです。